はい、えー。皆さんおはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。えー、今日はですね、キャピタルゲイン増税報道で暴落したのはということでお話をしていきたいというふうに思っております。まあ、先日ね、バイデン大統領からキャピタルガイン課税の増税の報道があったと思うんですけども、その影響がどれぐらいなのか、で実際暴落したのは何だったのか、で、によって今後のね、なんか対応方法とか、注意した方がいいところっていうのを考えていきたいと思っています。で、最後の指数の売買戦略はボリンジャーバンドを使ってみていきたい と思いままますす。のでで最後までよろししくお願いいたしますといたとうことで、私のチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、チャートの分析をですね毎朝必ず7時半に動画で投稿しております。皆さんの朝の株を考えるチャートを見る、ニュースを見る、そんな中間になれればと思ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、昨日の振り返りからやっていきましょう。日経平均株価ですが、マイナスの167.54、0.57%のマイナスということになりました。ね昨日はまた600円上げて、今日はまた160円下げるということで、 まあ本当にね、なんか上に行くのか下に行くのか分かりにくい相場ですけども、やっぱりまだ5日線の下にいるっていうところでね、日本株はやっぱ下落の懸念の方が強いんじゃないかなというふうには思っています。はい、共同ランキング見ていただくとですね、まあ、ファナック、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、M3、ファーストリテイリング、まあ、こういったところは主力どころがね、えー、みんな下げてしまっているっていうところがね、やっぱり重荷だったのかなというふうには思います。えー、コロナの新規感染者数確認しておきましょう、東京都759、えー、大阪1162、兵庫567、えー、全国5112、 13というところで、えー、明日からですね、緊急事態宣言ですね。なので、まあ、これがね、減ってくれればいいんですけどね、推移しっかり見ていきましょう。トピックスでですね、マイナスの7.52、0.39%のマイナスということで、まあ、こちらも日経平均同様ですね、5日線の下にいるといった形になっております。で、マザーズですね、マザーズが14.53、1.18%のマイナス、かなり長い上髭でね、センターライン付近ですけども、ちょっとやっぱ心配なね、ローソク足かなというふうには見ております。と、えー、ランキンキグ見ていただくとですねやはり、ね 前日上げていたメルカリなんかも下げてますし、ベースは結構下げがきついですね、になってるので、まあ、主力どころもね、上いくかなというふうに思いつつもなかなかいかないといったところですね。ニューヨークダウン見てみましょう、ニューヨークダウンがプラスの227.59、0.67%のプラスということで、こちらはしっかりとしたプラスですね、5日線も超えてきたというところになっております。でで後ほどどもも出てくるんですけども今日ねやっぱそののキャピタルゲイン課税の話があって で昨日なんかは下げていて下げて終わったんですけども、まあ、その影響はそんなにね大きくはないんじゃないかっていうところですので、まあ去年ちょっとま安心感を持ちつつね、えー、ただま影響力この辺にありそうだっていうところもね話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。えー、ヒートマップ見ていただくとですね、まあ、こんな感じですね、ほぼ全面的に上げてるなぁと思うんですが、色が濃いところ、インテルですね。インテルはですね、ハンドタイメーカーまの一つではありますけども、で決算がですね予想にちょっとだけ届かなかったんですが、やっぱり結構売られてるんですよね、5.32%ということで、えー、決。 さんが出た銘柄に関してはね、評価はやっぱりちょっと厳しめなんじゃないかなというところで、えー、来週ね、ガ a f ムとかの決算が一気にこう出てきますので、そこはね、要注意というところで、昨日の動画ぜひご覧ください。3段目めま45.19、1.09%のプラスということで、こちらはね、かなりしっかりとして上げてますねえ、5日線も超えてきてるといったところですし、ナスダック、ナスダックは1.44%のプラスということで、かなり強いですね、になっていますで。主要銘柄見ていただいても、やはりまあ昨日から見て反発している銘柄がすごく多いのかなというふうに思いますし、 金融関連もしっかりと上げてる。まあ、安心感は、ね、広がってるんじゃないかなというふうに思います。で為替コモディティ見ておきましょう。日経がです、ね、先物204円のプラスですので、仕、まあ、け今のところは上がって始まる、そういう見立ての方が高いのかなというふうに思っております。でドル円はただ107円ですね。107円台に入ってきているということです。で、原油が、ね、少し上がってきましたね。金は若干落ち着いてるかな。で、ビックスが、ね、少し上昇傾向にありましたが、まあ、今、いった落ち着きましたね。になっています。で、金利はほぼ変わらずといった形。小型株は上がって ソックス指数は上がっているというところで、まあ、今のところ、やはり、ねえー、週明けは上がって始まりそうな雰囲気はあるかなという,ふうに思います。 では見ていきましょう。バイデン大統領のキャピタルゲイン課税、増税報道による影響は暴落したのは何かということなんですけども、まずこの関係のニュースをちょっと見ておきたいと思うんですが、禁断のキャピタル課税についてっていうふうに書きました。米大統領が富裕層のキャピタルゲイン増税提案へ2倍にっていうね、そういうことですね。結構ニュースとしてはインパクトあったかなと思いますが、まあ、そもそもですね、このバイデン大統領がこの大統領選挙にですね、立候補したときに掲げていた内容ではあるので、一応みんな知っていた内容ですね。 になっていますでキャピタルゲイン課税というのは、まあ、株に対する利益が基本的には20%だったものを、まあ、それほぼ倍にするといったところですね。まあ、ただ、若干違うのがです、ね、この富裕層に対してですよというところが、ねまあ、若干違うのかなというふうには思います。で、こんな感じで、ね、見ていくと、バイデン大統領は富裕層に対するキャピタルゲイン税の税率を39.6%と、現行のほぼ2倍に引き上げる提案をする見通しだと。まだ出てないというところもね、ぜひ押さえておいてください。で一応この、ね、提案が 公になっていないとして匿名の条件に語った関係者らによれば、結構こういうの多いですよね、ブルーンバーグとかね。やっぱこう、つながりがあるんでしょうね。で、所得が100万ドル、1億800万円以上の個人に対するキャピタルゲイン税率を現行の、えー 20%から39.6%に引き上げる内容。投資収入に対して現在貸している付加税を合わせると、キャピタルゲインに対する連邦税の税率は最高で43.4%に達する可能性があると。まあ、このね。 パーセントだけ見ると、うわ、すごいパーセントだなというふうに思うかもしれませんが、先ほど言った通り、富裕層。で、富裕層がですね、所得が1億800万ですから、所得が1億800万って結構ですよね。あの、純金融資産が1億円じゃなくて、所得ですからね。なんで、ま、ここはかなり限定的なんじゃないかというふうには言われています。ま、ただこれまで何が下がるかっていうのをね、ま、いろいろ考えてみたんですけども、今ね、あ,あの、昨日のこの終わりの、こう、為替コミュニティを見てるんですけども、で、株もそこまで大きくは下げなかったじゃないですか。 1%, じゃないですか1前後ぐらい下げたのかなというふうに思ってるんですがそれでもねえ今日の朝にはしっかりとまた戻してきたというところだったので、まあ、目立った上下はなかったわけですよねになっています、ね、半導体とかもちょっと心配でしたけどねえ即指数も昨日は上がっていましたからえそんなにね心配されてないんじゃないかなというふうには思いますそして、まあ、その中でもちょっと下げがきつかったそして下げが止まらなかったのは仮想通貨なのかなというふうには思いますねでなぜだろうというふうには考えてみたんですけどもやっぱりですね圧倒的に上昇した やっぱりまあ上昇してきたものに関しては富裕層がねあれ影響力少ないといえどもゼロではないわけですからで富裕層はやっぱりでその中で含み益が一番大きいものっていったら、まあ、もしかしたらこの仮想通貨っていうのはが該当になるのかなというふうに思いますし。 仮想通貨をその税率が上がる前にですね、売っとかないといけない人っていうのが出てきちゃうんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、そういう、ね、増税が、まあ、少なからず増税が起こりそうだっていうところですので、まあ、ビットコインに関してはかなりね、調整がぐっと入ってきたということになっています。であとはまあイーサリアムですね、イーサリアムもですね、28倍まで上がってきたというところで、まあ、これもですね、あの上下にかなり触れてるんでね、えー、また最高値取ってきそうな動きの中からの下落だったので、まあ、どうなのかなと思いますが、まあ、コロナ後で見ると、これ28倍。 1倍を超えているわけですよねなのでまあ、上昇率の高いものはやっぱり今のうちに売っておきたいというねそういう感じにはなりやすいんじゃないかなと思いますで、これは株にも言えることだとは思うんですが今のところまだ株はねそんな影響力はないですけどもやっぱりまあ仮想通貨というのはあのコロナ後のところで見た時には上昇率はかなり高かったというところで上昇率が高いものっていうのには注意をしてみてくださいねということですで、仮想通貨の場合だとねあれ日本の場合だとそういえば所得合算の総合課税じゃないのみたいな感じに思うかもしれないんです でこれはまあ海外は結構違うんですねで、アメリカの場合には仮想通貨は、えー、このなんていうんですかね、資産とみなされ株と同様の扱いがされると、仮想通貨を購入し、1年以上保有した場合の0から20%の範囲での所得のレベルに応じ、税金が課せられるということなので、まあ、最高税率が20%ということですから、株と同様の扱い。ということはおそらくこのキャピタルゲイン課税、まあ、増税の対象になるだろうということなので、やっぱりまあここはね、影響があるということですね。 ぜひですね、えー、まあちょっと税率が日本とは違うんだよっていうところもぜひ押さえておいてください。ちなみに日本で仮想通貨をやってる方はですね、この,この税率はね、ぜひ注意をしておいていただきたいなというふうに思います。まあ、今後も乱高下する可能性もありますし、えー、その所得合算のまあ課税ですので、課税の税金の率が高くなる可能性があるわけですよね。えー、なんで、まあそこはぜひ押さえておいていただければと思います。ちなみにそう考えると株なんかはね、株とか FX なんかは、まあ、いくら儲けても税率は20%、20.315%ということですから、まあ、それはな なかなかいいですよね、えー。所得の方でね、稼いでしまうと、まあ、税率どんどん日本の場合でも高いですからね。えー、なんで、まあ、そういう株のメリットなんかもぜひ考えてみてくださいで。あとはですね、この総合かあ、ごめんなさい、キャピタルゲイン課税のニュースに関しては、反対意見を持ってる共和党の意見なんかもあるわけですよね。なんで、さすがにね、あのー、やっぱり、ここだ、これだけ、まあ、市場が敏感に反応しそうだってことも、バイデン大統では分かってると思いますので、まあ、かなり気を使いながら、かつね、すぐには決まらない可能性があるっていうこともね、ていていただきたいかなと思います。まあ なんだかだこれ議会を通さなければいけないわけですから、大統領がね1人でやります、決めます、どうぞみたいな感じでできるわけではないというところですから、その辺はですねすぐには決まらない可能性がある、ただ、まあこの報道によって、ですねやっぱり上下をする可能性もあるので、そこは注意をしていただきたいなと思いますし、朝にはですねこんな記事も出てましたね、日経新聞の記事で、米国株ダウ反発、株売却益 への増税懸念和らぐとということで,、ね、いで、すね高所得者層へのキャピタルゲイン課税税率の引き上げのベースシナリオは28%と39.6%ちょっと高すぎると多分こん,なこんなぐらいだろうというところと当初報じられたほどの引き上げ幅にはならないとの見方が広がったまた増税の対象となる投資家が保有する株式が市場全体に占める割合比率は非常に低いと相対的に低いとなので影響は限られるとの見方もあったということですね。まあ、所得が が 1>, 1億円を超えるという1年間ですからね、なかなか少ないんだろうなっていう気はしましたね。はいでビットコインのねチャートをしっかりと見ておきたいと思うんですが、これは昨日の 夜の1時36分、深夜までだいぶ起きてたんですね、僕ね。はいえー、なんですけども、まあ、ビットコインのチャートでね、一目均衡表における、もう雲の中に入ってるんですよね。で、まあ、少なからずですね、この11月ぐらいから見て、雲の中に入るっていうのは初めてだったんですね。で、雲割れてしまったら、これ、三役逆転ということになります。で、その前にも、ね、この転換線基準線のクロスが起こっていたりとか、遅刻スパンが割れていたりというところですので、まあ、やっぱりこの仮想通貨、ビットコインに関しましては、ちょっとね、トレンドが転換 した可能性といいうのも結構あるんじゃないかなかううには見ておりますで大きな調整が入る可能性もあると思いますが、まあ、長期的な展望っていうのはねそこまで大きく変わらないのかななんていうふうには思ってますけども、まあ、僕はコツコツね買いましょうしていきたいなというふうに思っていますが一応短期的にはやっぱり下落する可能性もあるよっていうところをね今までとはもう違うよとね 確実に違うわけですよね。この結構厚めの雲を入って割れるかもしれないっていうところに来てるわけなんで、仮想通貨の見方に関しては、ぜひ慎重に見ていただければと思います。では、2話の動画のまとめになっております。バイデン大統領のキャピタルゲイン課税、報道されたことで相場の懸念が広がるというところではありましたが、ニューヨークダウはちゃんと反発して帰ってきたというところで、そこまでね、懸念する必要はないのかなというふうには思います。で、現行の約2倍、税率39.6%にというところですが、まあ、今のところ株やコモディティにはそんなに大きな影響はなさそうだと。一番大きな 影響があるののはは仮想通貨の市場なななんじゃいいかなという,ふうには思いますでまあやっぱりでも現影響はね限定的っていうのが、まあ、所得が1億800万というところですね羨ましい限りですけどもそういうところに限られるというところで我々一般庶民にはそこまで大きな影響がない相場に割占める割合もそこまで大きくはないというふうに報道はされておりましたただしやっぱり上がりすぎた銘柄仮想通貨なんかはやっぱり下がりやすいということになると思いますので、まあ、今後のねバイデン大統領の発言とかそういうこのキャピタルゲイン課税に関するニュースには 非常にセンシティブになると思いますので、えー、要注意、要注目していただければと思います。では指数の今後のバーベル戦略、足のボリンジャーバンドを使って見ていきましょう。日経平均株価ですが、えー、先日の急落で2シグマ1回割れてるんですね。でもバンド幅ほとんど広がっていないので、まあ、おそらく連ジ推移の可能性が高いのかななんていうふうに日経平均株価は見ているんですね。えー、ただですね、トピックスにはちょっと違った見方になるかなと思います。で、ガクッと下がってしまって、まずこの真ん中の線の、ね、方向性が全然違いますもんね。なんで、まあ、トピックスは結構下落する可能性もあるのかなと思います。 で2シグマ、一旦割れて、えー、割れた後とに、まあ、戻してはいるんですけども、なんか方向性が下、バンド幅も若干広がったということですので、また再び西グマ割れをしてくるとです、ね、でギャラクトレンドに入ってしまいそうな、そんなチャートに僕には映っております。えー、マザーズにきましょう、マザーズに関しましては、まあ、一応ね、上がったり下がったりしてるわけなんですけども、今のところ、ちょっとこう収縮、縮小傾向ですよね、どちらかというとね、えー、なので、まあ、方向性としてはあんまないのかななんていうふうには見ております。で今後、どちらの西グマを突破するかというところが、まあ、ポイントかなと思います。 まあ下に行く可能性もありますし、上に行く可能性も両方あるのかなと思っております。ニューヨークダウいきましょう。ニューヨークダウに関しましては、結構まあ狭いレンジではあるんですけども。 ただ、このバンド幅がね、こう縮小している傾向があるということですね。で、これがトレンドの準備期間なのかなと。この真ん中の移動平均線、20回移動平均線はしっかりと上向いていますから、再びにこれ2シグマを超えてくるとですね、上昇スタートしそうな、なんかそんな風に見えるチャートかなというふうに思います。一方、S、S&P で見るとですね、くーっとバンド幅が広がった後に下がってきた、バンド幅も収縮してきた、縮小してきたということなので、まあ、一旦はまだね、調整期間なのかななんていうふうには、ボリンジャーバンドで見ると見れます。なので、まあ、ひとまずはこの赤い線、ミッドバンド 意地なるかとといいうところを注目していますナスックも同様ですね。ダックも一旦グーッとバンド幅が広がった後に少しね、こう、狭まってきてるわけですね。まあ、調整期間を経てまた上がっていくのかななんていう、そういうチャートかなと思います。なので、まあ、ミッドバンド維持なるかというふうに書きました。まあ、ただ、もちろん高値を超えて、ね、上がっていく可能性もありますので、まあ、そこはね、トレンドに従って見てみてください。では、今日の動画のまとめになっております。日本株は3指数とも反落しましたね。一方でアメリカ株、半指数とも上昇していると。もうなんかね、ここ数日間ね、この日指数 日本株3指数が下がったのにアメリカ株は上がってるとかって、もう逆の動きばっかりでね、疲れますね。はい。で、バイデン大統領のキャピタルイン課税増税のニュースがありましたけども、え仮想通貨の下落が一番目だったかなというふうには思います。で、まあ、あの、報道もありました通り、今朝のね、あのニュースもありました通り、過度な不安はね、不要かなというふうには見ておりますし、まあ、株式市場も実際に落ち着いてますね。えただやっぱり上昇率がもともと高い銘柄とかね、あとは今後のこのキャピタルイン課税に対する発言には結構センシティブに反応するんじゃないかなと。 一旦やっぱネガティブに反応したわけですからで、そこは要注意というところで見ておいてください。で日本株のマイナス2シグマ割には注意というところで、一番弱さが、ね、感じるのはトピックスのチャートですね、でそこは注意をしておいてください。ダウは再び上昇フェーズに入れるかというところで、一番、ね、バンド幅が狭くて、2シグマに近くて、で2シグマ超えてくる可能性があるのはダウだったかなというふうに見ております。 はい。では今日もお知らせを入れさせてください。個別メガロとことん分析するマガジン、えー、金曜日、毎週金曜日に更新しているので、最新記事が上がっております。オリエンタルランドの買い時を本気で考えてみたというところでね、ディズニーランドを運営するね、あの、オリエンタルランドがね、結構ね、まずいチャートに入ってきてるんですね。ってことは、まあ、下がる、下がるってことは、どっかで買えるんじゃないかみたいなね。まあ、そんな流れで買い時を本気で考えてみたという内容になっております。ぜひご覧になってみてください。えー、概要欄にリンクが貼っております。であとは土曜日ということでね、えー、今日もまた夕方17時に講義バージョン、えー、お伝えしたい と思います、えー、今日はですね知らなきゃやばい移動平均線の使い方というところでね移動平均線結構ねまあ基本中の基本かと思いきや、まあ、結構応用も絡んだような指標になっていてやっぱ知ってい いいいておいた方がいいかなとというところでねかなり使える指標ですし、かなり基本的な内容ではあるんですけども、ぜひ売買例までやってますからね、こちらも17時に更新されますので、ぜひ一度、この再生リスト、右上に今載ってるかもしれません。この再生リストを見ていただくとですね、まあ、今まで上げてきた講義バージョンというのの動画が全部まとまってますので、そちらぜひご覧になってみてください。あともう一つが、 3ワード貿易のセミナーですね。5月15日土曜日に浜松町の貿易センターというところでね、開催予定がございます。今も、のところ、中止の連絡は来ていないので、緊急事態宣言、 のギリギリリ終わった後なんでねえご都合合う方はぜひ会会場でお会い、ししししままょうえこちららも概要欄にリンクが貼っってててありますのでえよかったら申し込みをしてみをてくださいはいはということで、今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。現在時刻6時12分ですね。ちびちゃん起きてきませんでしたね。まあ、いい天気になると今日はいいなと思いますが、明日から緊急事態宣言ですから、皆さんもね、感染防止にはぜひですね、気をつけてやっていきましょう。今日の中でもね、少しでも参考になればぜひグッドボタンの方、また明日以降もね、こういった最新のテクニカル分析をお届けできればと思ってますので、 明日以降も聞いていただけるという方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら